なんだこりゃ。神殿、いえ、門。ヒースもラバーニアもこの建造物について何も知らないの？知らねえ。こんなものがあるなんて初耳だ。私も惑星ラズリに人工物があるなんて初めて知った。下の方は砂に埋まってるけど、遺跡か何かなのかな。大理石かレンガにも見えるけど。確かにレンガに見えなくもないが、ところどころ結晶構造が見られる。建造された年代については特定するのが難しい。だが風化具合からして建造後1000年以上は経っていると見ていい。1000年？千年も前にここに人類がいたってのか？千年は例えだ。石で作られた遺構は保存状態さえ良ければ数万年も保存されることすらある。特にこの星は雨が降らない。風化の進行は遅いはずだ。数万年って。別に驚くような数字でもあるまい。宇宙では誤差の範囲だ。それでカーリン・ケイソン、近づいてみて他に気づいたことはないか？そうね、アジールのものほど薄気味悪い感じはしないわ。ただやっぱり感じるの、紋章の異臭を。これってなんだ？門の表面に映像が。この無数の映像は一体。あれはレディ・リーシュ。なんじゃと。あの中央の映像だ。なぜリーシュの姿が映っておるのじゃ。それにレディ・リーシュが立っている場所はこの門の前ではないか。あ、見て、そばに置いてあるあれ、ラバーニアさんのところのコンテナじゃない？ほら、紋章石がいっぱいある。確かに外見が一致している。ということは彼女もラズリに降り立っているということなのか？じゃが現にリーシュはここにはおらんぞ。だとすればこの映像は一体いつの？水、映像、記録。まさかこれは。うん、映像が消える。何だったの今のは。聞きたいのはこっちだ。一体何しやがった？そうか、思い出した。マスティモ、喜べカーリン・ケイソン。この門はお前の紋章の謎を解く鍵の一つだ。お前とイブリーシュの召喚の正体がわずかだが見えてきた。どういうこと？本当なの？ああ、まさかダフト星系からこんなに近いところでお目にかかれるとはな。何なんだよ一体。この門はかつてウルザシステムと呼ばれていた。